台湾に来ているので HTC の U23 Pro を探してみました。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。コンピュテックス2023の取材で台北に来ています。台湾でスマホといえば台北のね、ここの山荘です。 HTC が5月にU23 Pro を発売しました。これはね、ぜひ見たいですよね。何せ1年ぶりの HTC の新製品ですからね。ということで、ダメ元で来てみました。というのはここ以前 HTC ストアあったんですけど、今はなくなっちゃったんですよ。3階には Vive の VR グラスの体験ゾーンはあります。ただここには残念ながらね、スマートフォンの展示はないんですよね。ひっそりと去年のデザイヤーが置いてあったんですけど、これモップだったかなってことで、スマートフォンはね、見せる気なしって感じです。実は HTC U23 シリーズの発売で、しっかりとどこの店で買えるか、あと展示してあるかっていうのがね、ウェブに出てるんですよ。台湾にあるスマートフォンの代理店のこれ一覧ページですね。星印のあるお店に実は展示があるというんですよね。ということで見たんですけど、なかなか台北がないんです。で、なんとか探したお店がいくつかあって、この山荘のある高架、光に中華の香ですね。この高架とやるエリアのお店が一つまずありました。ということで、ここに行けばあると。そして表を下の方まで行ったらもう1店舗ありましたね。こちらにもどうやら展示があるようなんですよね。ということで、じゃあとにかくこの店に行ってね、実機を触ってみようってことで行ってみました。最初に行ったのが地表アミツネットワークですかね。ここは結構良心的で、最新の価格表がお店の前に貼ってあるんですよね。ただ店内はね、スマホの展示がある感じはないのかな。入ってみて店員さんに HTC あると言ったら、モックしかないよと言われてしまって、残念ながら実機には触れませんでした。モック見るとね、実機がますます見たくなっちゃいますよね。続けてミコかな。こちらね、綺麗なお店で、僕ケース屋さんと思っていたら実はスマホ屋さんだったんですね。こちらにも突撃。そしたらですね、店員さんが、HTC あるよってことでワクワク入ったんですが、あれ、ごめん、新品はね、未開封品しかないんだよってことで、ここもモックでした。てなことで、この動画モックアップ探しただけになっちゃいましたね。台北にまだあと10日いるので、なんとか滞在中に探したいと思っています。ではでは。